よくないんですよ、腰がやっぱり。ほんま高いですよ。いいやん。あっ、いってぇー、やめてくれ。比較的なくなりました。めっちゃ痛かった。あっちこです。いらっしゃいませ、森川自動車です。おーにでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、そんなテンションでしたね。うん、洗濯たたんだ後ですからね。あ、いや、あちゃんと見ていただいてたんですよ。そうなんです。最近毎朝の洗濯物たたみ配信の恒例です。うん、詳しくは神田チャンネル。本日が朝から洗濯たたんでます。僕の仕事なんです。綺麗にたたんでますね。真面目なんで。こう見えて一応真面目で通してる。そう、本日真面目なんで一回もふざけたことない。いや、それは嘘です。じゃあ今日ははい、なんか恒例のというか恒例よくないんですよ、腰がやっぱり。腰っていうかね、なんか ここなんですよね、背中のここら辺がこう曲げとかんと。浦さん、こっちにすると、浦さん、こっちにすると痛いみたいな。でもなんか普段と違うところですよね。そう、普段腰が抜けるって言ってます。そうそう、腰が抜けるっていうのもあるけど、ここが追加されましたっていう。追加されました。同僚です。了解です。はい、じゃあちょっと症状を浦野さんを取っていきましょうね。はい、ちょっと浦野さんがこの辺こびりついてそう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 、ちょっと頑固ですからね。うん、ちょっとこうピリ剥がしてください。剥がして、よろしくお願いします。お願いします。行ってみよう。松尾田道中。腰が悪いですよね。椎田もしますか。お願いします。久しぶりですよ。そうですね、全然してないですね。ただ先にちょっと腰の症状だけ取りたいんですけど、今立っててもきついんですか。立っててもなんかこっちに曲げると、こんな体勢をしとったらそこまでないんですよね。ただでこうまっすぐするとなんかこう張った感じが。あ、体を左に倒しましょう。はい、あー、こんな硬いですね。ここ今どうする。もうそれ以上右も行きましょう。顔、あ、お手替えお手振りですか。左きついですか。うん、きつい。うん、で、左に曲げた時は腰が痛かった。曲げたら右の腰で変えた。はい、あ、どうも左に曲げたら右が痛いし、もうぐっちゃぐちゃですね。とりあえず針でそこだけ取ってから水玉しましょうか。はい、これあれじゃないですか、もしかしてずっと来るやつじゃないですか。いいや、あ、いや、あ、うわー、結構入ったのこれ。あ、じゃあ引いてあげる。今右の腰どうですか。右の腰は痛い。腰はまだ痛い。うん、今度右も押しましょう。こっちは左もない。左はないです。ない、ない。あれ？左はこうですもんね。こうですもんね。でももうないね。うんうん、ないない。頭にちょっとしましょうか。頭？ここかな。いいや。お。お。はい。おお。そこにですね。もう一回左に行きましょう。今これ右腰はやっぱ痛いです。右腰はさっきよりもマシ。ああ、さっきよりマシ。うん、マシ。とりあえず左は大丈夫ですか。さっき一番最初に。ないない、なくなりました。左。おお。でもここはもっと水玉で取っていきましょうか。はい。でも糸はないっちゃけど、動かしたらベローンって出てきそうな。そんな長くないけどね。所詮 1.5cm こんぐらいですよね、入っとるのって。そうそうそう、大したことないです。そうそう、うつ伏せになります。うつ伏せ、はい、松尾田道中。はい、じゃあお背中失礼いたします。はい、ちょっと荒れてますね。うん、でまあ、この辺に多分浦野さんがへばりついて、ああ、そうね、私がへばりついてますね。へばりついちゃうとやっぱこう背中がちょっと傾いてくるんです、ね、ああ、なるほど。このへばりついてるのを水玉でこう引き剥がしていきましょうかね。はい、森川さん、僕の実はね、王子から施術してもらうの初めて。あ、そうなんですよね。そうそうそう、ちょこちょこ針だけはしてましたけど。そう、あ、そうなんや。こうやってちゃんと施術するの初めてです。そうなんですよ。ごめんなさい、僕の手いいですか、冷たいです。はい、どうぞどうぞ。いいですか。はい、おお、あ、
これがみんな言ったやつは想像以上に冷たいですけどね。生子ですね。生子、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でも気持ちいいオイルをしてもらうと。あ、こちょまくはないですね。こちょまくない。ルカさん弱いのお腹ですもんね。そう、横っ腹とかお腹です。誰よりも。そうですよ、その辺ですよ。もうなんか、さまざまなのこれでしょ。そうなるともダメなんですね。そう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 。びっくりした、本当に。あ、でも、豊学だとこういうのも、いわゆる気の流れが悪いとくすぐったがりやすいというのが出るので、私はやっぱこの辺の流れが悪いでしょうね。あ、やっぱ腰なんですね。うん、多分浦野さんが邪魔してます。浦野さんがこの辺で多分咳止めてる、ね、そうですね。それをちょっと引き剥がします、うん、つぶり野郎水玉は本当めっちゃ久しぶりですね。ですよね、あんま動画でも見かけしないですもんね。ちょっと軽めにいきますよ。はい、うん、そこまで悪いわけではないですね。普通水玉ってこのぐらい。そうっすよ。普通ですか。これが平常。これが水玉。スルスルスルって動いても座れとるかもわからんぐらいの。じゃあここからちょっと。でもね、俺結構ね強い。強くても平気ですよ。ああ、じゃあごめんなさい。やっぱ。あら、平気じゃなかった。いや、平気じゃなかった。その腹のとこはいかん、やっぱ背中はね、そうでもないかもしれんけど、でもね、肩甲骨のとことか痛いからね、そんぐらいで座れたら。いってぇ。あら、一応平気なモニカーですね。ちょっぴりだけ強めで。あ、ちょっぴりだけ強めで。あ、いってぇ。動くか。いや、動いてダメでしょ、これ。ああ、森川さん。ちょっと盛り上がってしまった。あ、縦は。あ、縦はいい。うん、縦は。あ、やっぱ横がダメ。お腹です、ね。そうそうそう。腹の上。あ、腹の上。うん。うん、でも本当背中とか肩はそこまで、皆さん悪いわけじゃないですね。ちょっと浦野さんがへばりついている、この辺ですね。はい。でもこの辺はちょっと。いいですね。ああ、多分痛い。痛いんですか。浦野さん、なかなかしぶといですね。しぶといですから、これ。ちぎる、ちぎる、ちぎる。浦野さんだけ、ちょっと。ああ、取れる。取れた。で、あと実際ちょっと腰の方も、ちょっと真面目に筋膜を剥がしましょう。うん、珍しい。腰はね、横がね。ああ、真っ赤かよね。真っ赤かよ、森川さん。痛い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 。足が縦はいいけど横はいかんね、やっぱ。まあ、特に森川さんお腹弱いですかね。あ、まあ、こっち少し少なめにしたってのもありますけど、左の方が色がつきやすいですね。痛かった本当。水玉ってやっぱ痛かった。こげ痛いもんばいね、やっぱ。いや、痛くないですか。皆さん誤解しないでください。水玉痛くないから。松尾田道地域。水玉もですね、いろんなチャンネルでも出まくってるので、はいはいはい、結構皆さん勘違いしてますけど、水玉痛くない。流す時がね、縦じゃなくて横にしたら痛いね、本当ね。そうですね、流すの、まあ、特にやっぱスライドが痛いので、あれはこれつけるのは別になんじゃないからですね。つけられる時はどうもないですね。なんとか森川さん、痛風はできないですか。痛風はなんとか持ちこたえました。なんか出そうな気配がちょっとあったんですけど。あったんですね。
っていうかもうなんか右のくるぶしあたりになんかこう違和感があると、はい、単なる疲れかもしれんけど、うん、ああこれもしかしてってこう足が痛くなると思ってしまうんですよ。前兆があるんですね。まあ実際お忙しいからですね。疲労はまあたまりやすいでしょうね。実際特にやっぱ飛行機とか乗るとですね、足の方に血流とか水分が溜まりやすくなって余計に痛風は出やすくなるので、あ出張が多いとしょうがないですよね。そうだけどホルモンとかね、レバーとかあんまり食べんようにしてます。うん、そこはもう食事で気をつけるしかないからですね。うん、あとやっぱ生野菜はすごい大事ですけどね。はいはいはい。ミネラル分がなくなるとどうしても痛風は出やすくなるので。なるほど。でも野菜食わんな、そうなの。まあ、松本さんも食べないけどね。ああ、そうですね。メンマは食べました、子供に。メンマは野菜なのかな。生で食べないと野菜ってミネラル分がほぼなくなるので、ね、ああ、なるほど。生で取ってほしいですね。生。ホイップたっぷりのアンパンは食べたけど、サラダはブラちゃんが食べてましたね。あの、もう一回僕の話聞いてます。生野菜トークからまさかホイップクリームが出てくるとは思わなかった。ホイップたっぷりなアンパンが最高に美味しかった。ほんと聞いてました。あんまりフラちゃんはダイエットしてますから今。そうでしょ、うん、婚活ですかね。いやどうなんすかね。なんか夜はもう一切重いものは食わないようにしてるみたいな。婚活かな。どうすかね。ちょっと色気づいたら色気づいてる。いやでも夜そんなに食べんやったらストラウンとかって言うかもしれないけど。いや痩せてましたよね、ブラちゃん。あそう、一時期ね、うん、だいぶぷっくらしとったですね。そうですね。だけど最初の状態に戻ったんじゃないですか。うん、このまま少し時間を置いていきますね。はい、松尾田道中。じゃあ撮っていきますね。はい、はい、肩はあれですね、ほとんどそんな悪くないですね。うん、いい色ですね、この方。うん、ここはやっぱちょっとあれですね。ただここの脇のところはみんな色が黒くなるので、はい、ここもしょうがないっていう感じですね。うん、すごいでも色が。ここはですね、いわゆる体の悪いものがここに結構脇に溜まりやすいって言われてるので、ここは誰がやってもこの色が出るんですよね。うん、そんなに色がついてますか。そこだけですね、うん、もうサラミです。そこだけサラミになったんです。でも森川さん全体的に悪い色は出てないですね。ありがとうございます。ただ裏のさんのところだけ悪い。じゃあちょっと裏のさん周辺撮っていきます、ね、はい。うわー、色悪いですね。やめてくれ。ああ、剥がれていきよる、剥がれていきよる、剥がれていきよる。やめてくれ。剥がれたくないよ。剥がれたくないよ。剥がれたくないよも変な話ですね。ああ、なんかスキーッとした全体的に。うん、浦野さん吸い出されましたかね。ああ、赤いですね、ほんと。単純にやっぱ左側の方があれですね。そういうサインが出ようとするでしょうね、痛みというか違和感にね。うん、タオル降りていきます。はい、あー、極楽これは今この瞬間はもうね、むしろこの瞬間だけでいいって。これいい、本当に。ちょっと、王子、それなんかね、タオルで拭き寄ってきたからね、あれそれ、拭き寄らんめえって。なんか気持ち良さそうだったんで、ちょっとなんかちょっと痛出したくなりました。いや、気持ちよかったじゃけど。では起き上がっていきましょうか。はい、右手には針入ったまま。はい、はい、はい、
お、なんか視界が明るい、なんかそれ多分ずっと暗かったから、ね、視界が明るいです。うん、肩はもともとあれでしたけど、ちょっとこのまま体左にグーッと出しましょうか。今右の痛みありますか？いや、比較的なくなりました。ゼロではないけど、ゼロではないけど、うん、だいぶ、はい、はい、今度は右にも、こっちの、あ、浦野さんどうですか？あ、いや、ないですね、ない、ない。あ、浦野さんもいない、うん、うん、いないそうです。変なね、違和感がずっとね、あったっちゃけど。ここにいますか？ちょっと最後、腰の部分だけは、はい、足つぼで取りますか、はい、お願いします。しかも今日はですね、ちょっとサーカスがちょっと育児の関係で今日お休みなので。なるほど。森川さんお気に入りのサーカスがいなくて、今日は、うんうん、下辺のサーカスが、うん、なるほど。今日はちょっと新キャラがですね、はい、足つぼしますんで。あら、ちょっと新キャラでもなんでもね、俺は足つぼそげんもだえんばい。じゃあやっていきましょうか。はい、はい、針だけ取ります。はい、なんともなかった、痛みもなーもない。まあ、ぶっちゃけ浦野さんこれで取れてたんですよね。取れたんですね、はい、私はそれで取れてた。ほぼほぼなんか針を抜く感覚とかもなんもなくて、うん、すげえ。まあ、某黄色の人はピピピピ言ってましたけどね。はい、はい、こっちはね、刺されるのもあんま分からなかったもんね。コーヒーはまあ結構鈍感ですからね。はい、OK でーす。はい、腰じゃないと落ちてもらうの。取れる話が、そう、話が。あ、取れたこの子空気読めない。松尾忠中期、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？いやもうすごかったです。めっちゃ痛かった。もう髪の毛乱れてますもんね。あ、うん、あれですよ、針はもう全然もう何ともなかったんですよ。ただね、はい、お腹の吸い玉とね、横っ腹と足つぼはもうとっても痛かったです。足つぼはほんとね、サーカス先生異常かもしれん。ほんと舐めとったらいかん、ほんとにびっくりしました。で、今日のは松尾田高速ではないんですかね。いや、これも針なんで一応、はいはいはい、針って別に何本も打つわけじゃなくて、そうそう、1本で終わる場合もあるんですよ。はいはいはい。だ、症状に合わせて何本にするかというか。そうです、別に針って大きければ多いほど効果が高いわけじゃないので、うん、まあ、今回もだから右手と頭で2本で終わりみたいなこともあるので、うん、松尾コースに単純に足つぼつけたってだけですね。ああ、なるほど。料金に関しては動画下の説明欄を見ていただければと思います。説明欄見てください。詳しくはお問い合わせください。よろしく。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。さようなら。このまま少し時間を置いていきます。はい、でも気持ちいいことがあると思います。うん、スライドがない水玉が一番いいですね。そうですね。特に横スライド。はい、ちょっと時間を置いていきます。はい。はい、